はい、今日はね、氷見線の車窓からスタートですね。夕焼けがね、とっても綺麗だったんでね、撮ってみましたよ。ねえ、ちょっとね、車内が映るのは気になりましたけどね。まあ、ここら辺はね、今後の僕のカメラの勉強に行きたいということ。まあ、窓開けりゃよかったんですけどね。どうも、銀満点置いてる。はい、今日もね、焼き鳥中毒が発生してしまいました。焼き鳥食べたくてね、日曜日どこやっとるかなと思ったらね、駅にもやっとるとこあるなと思ってね、高岡駅来ましたよ。撮り鉄さん、撮り鉄さん。はい、僕の変な歌からスタートしましたけども、撮り鉄さん高岡駅にありますね。さあ、今日もメニュー見ていきますよ。はい、ビールはね、中瓶とかなかったんでね、とりあえず最初スタートにしましたね。はい、いろいろありますよ。ボトルセットね。おお、流行りのものもやってんな。ソフトドリンク、タピオカドリンクだ。大変だね。これね、流行りのものを手出すとね、大変ですよね。今回は細かいとこまで撮ってるね。ここもね、メニューが多いんだ。匠サワー、なんか果肉が入ってんのかな。普通のサワーでいいよ。僕は。白ぶどうサワー、シークワーサワー、ほうじ茶割り、ハイボール。ね、この日課のマークがいいね。ジンジャーハイボール飲んだよ。さあ、今日も一発目行ってみようか。グラスでっかいけど大丈夫？まあ、そんなもんだろうな。ケイさん弱えからな。それに入れて軌道洗浄やっちゃったらね、後半持たねえよ。もう瓶が映ってんぞ。なんかブツブツ言ってっけど。お、瓶をどかして。お、奥さんと乾杯。はい、じゃあ今日も恒例軌道洗浄。ビビってんな。いつもより大きいから。さあ、軌道洗浄行ってみましょう。いいお酒は二十歳を過ぎてから。本家のね、玉袋さんはね、たまに軌道確保とかって言ってますよね。まあ、僕は軌道洗浄でいきましょうね。ほい。ああ、入っちゃった。まあ、小瓶だからね。まあ、こんなもんでしょうね。量的にはね。はい、銘柄店飲み。いきなりスタウト、スタートですね。まあ、普通のビールから行きたかったんですけどね。ここはね。はい、これ、お通しです。お通し300円。ねえ、お通しでね、よく文句言うやついるけど、ねえ、お通しあるの当たり前だからね。お、うまそうに食ってるな。これで注文しますよ。タブレットか、携帯かね、スマホがよくわかんないけど、これで4桁入れて注文します。はい、撮り鉄レコメンド。ほんとメニュー多いんだ、ここ。ねえ、今回真面目にね、メニュー取っちゃったからね、結構長いよ。心してみてね。お、手羽先あるんだ、ここも。今日は手羽先はいいや。焼き鳥食べに来たからね。このチキンローストもすごいね。お、これはね、めんどくさい人に おすすめだね。盛り合わせないのってね、よくなるからね。コロッケか。メンチならな。あれだけど。チーズフォンデュね。あ、これは食べたよ。アヒージョね。アヒージョ大好きだからね、僕らね。お、今回はサラダ食べなかったけども、野菜不足してませんか？大丈夫ですか？ピザもね、食べたかったけどね。まあ、この日は完全にね、舌が焼き鳥だったからね。はい、巡って巡って。はい、やっと焼き鳥のページだよ。鉄串。ね、これね、一本にいろんな部位が刺さってんのね。面白いね。でも僕はやっぱね、この一本に同じ部位が刺さってる方がやっぱ好きですね。
胸アスパラ変わってんね。はい、定番せせり大好きでございますよ。砂肝、皮、ハツね、ここら辺大好き。コリコリシリーズですね。うん、ぼんじりあんま食べないんだな僕はな。このささみ、この青しそ、これはね食べましたよ。ベーコンもいつも食べる。うん、6本盛り合わせ、さっき出てたね。うん、牛タン、豚バラ、トントロ、うん、ここら辺ねいいよね。野菜も食べようね。ウコッケ入ってんだ、つくねに。おお、まあ、ここもね結構食べたね。うん、つくね大好きでね僕ね。うん、これタレがいいよね、つくねはね。この変わりだね、つくねピクルスマスタード串、これも食べましたね。うん、さあこれはだし巻きだ。だし巻きもね迷ったんだけどね、最近食が細くてね、これ頼んだんだけどなかったね、売り切れだったね。うん、生まれ馬刺しだって。馬ってね持つんだね、あんまり菌がいないんだね。うん、これ定番の野菜ね。わさびあえ、ドライカレーはさっき出てたね。うん、親子丼、お、卵かけご飯、 TKG だ、そぼろご飯、おー締めだねここは。うん、みんなよく食べるよね。うん、そんなに締まらないよ僕は。うん、はい、お通し300円。しっかりアピールしてるね。うん、お通しで文句言われてもたまんないもんね。ピザ、あ、ピザまだこんないっぱいあったんだね。あ、いや本当メニュー多いね、ご苦労様でございます。うん、ピザもねこんだけあったらね、まあまあバルって言ってるもんね、焼き鳥バルって、まあバルの方でこういうピザとかパスタがねやっぱ置いとかなくちゃいけないでしょうね。うん、まあ普通に美味しそうだけど、うん、ワインとか飲む人はこっちになっちゃうのかな。デザートも多いよね、すごい。うん、冷蔵庫広くなくちゃね。はい、焼き鳥来たよ。せせり、ささみ、つくね、豚バラ、アスパラ、ベーコン。はい、つくねから行くのか。あー、タレで光ってんね、湯気も出てるね。お、ささみいったね、梅しそだね。うん、このタイプがあったらね僕は大体頼んじゃうよね。うーまーそう。お、ビールで、ビールでね流し込んで。うん、後ろにハンガーあったのか。まあこの日はワイン着てなかったけどね。お、せせりだな、大好きせせりちゃん。はい、つくねピクルスマスタード、てりマヨつくね、もちもちベーコン。お、つくねにねピクルス乗っけるなんてねあんまり考えないよね。お、あ、いつの間に生頼んでるの。それもだいぶ減ってるよ。アスパラベーコン、これ奥さん頼んだんだけどね。テリマヨ、うん、まずいわけがない。うん、うまい。お、これはハツだ、心臓だ、心だね。うん、ハズレはない。お、生もうなくなっちゃうよ。うん、おいつ頼んでたんだよ、最初のところ見せてねえじゃねえかよ。終わっちゃったよ。あーだね今日も。うん、さあ、お、あー、もちベーコンだねこれ、もちもちベーコン。うん、これも美味しい。何してまうよねベーコンね。うん、お、また今日も苦い顔してんな。あ、日課のハイボール、ジンジャーハイボールいったね。これうまかったね。うん、ジンジャーハイボールうまいね。うん、美味しい言ってんな。かてえなとか言いたかったんだろうな、濃かったらね。全然飲みやすかったですね。うん、はい、エビとポテトのアヒージョ、うまそうだ。うん、あ、もうバゲットも取ってんな。まあうちら的にはねパンが締めだね。うん、はい、ハイボールで流し込んで、ジンジャーハイボールで流し込んでください。美味しいからチビチビ飲んでんな。
この手のね甘いものはね僕グビグビいっちゃうんだよね。気をつけないとね一瞬でなくなる。お、もうバゲット突っ込んでんな。ということは締めだな。じゅくじゅくに浸してパックリね。はい、鳥鉄さんでしたね。今日はね焼き鳥食べたくなってねラーメン屋へ行く予定を急遽変更して鳥鉄さんに来ましたね。あ、つくねうまいね。はい、じゃあ次どこ行こうかな。はい、それではまた。